皆さんおはようございます。弱小底辺 YouTuber ぶっちゃけ丸です。今日はですね、すぐに切れる人、これのね、特徴そして心理っていうのをね、お話ししてみたいなと思います。だいたいですね4つにね、大別されるというふうに考えられるんですけども、一つがですね、自分の考えが一番だと思い込んでいる人がね、切れやすい人多いですよということですね。二番目がですね、自分に都合が悪いことは認めたくないっていう人ですね。この三番目がですね、気になることはすぐ口に出したいっていう人ですね。四番目がね、相手の優位に立ちたいという人ですね。これ四つとも兼ね備えている人も結構いると思うんですけども、身近にもいるんじゃないですかね、こういう人ってね。グラデーションがあるんで、そういう、多少そういう感じもするよねというところから、本当に金輪際二度とね、関わり合いを持ちたくないと、そんな人までね、グラデーションがあるとは思うんですけども、いらっしゃるんじゃないでしょうかということですね。これについてね、少し、詳しくですね、お話を、してみたいと思います。まず1番目のね、自分の考えが一番だと思い込んでいるね、これはですね、思い通りにならない人がね、すぐ切れるっていうね、ことで、その自分の考えがね、一番だって思い込んでるということなんですけど、基本的にはね、いつもね、自分がね、正しい考え方をしていると思ってるんですね。ですから、自分と違う考えに対してね、腹を立ててね、そしてね、それが間違ってるというふうに、否定をしたがるということですね。人にね、優しくするのはね、どこかで相手からの見返りを期待してるからです。感謝してほしいという期待を抱くなど、いつもね、自己中心的な考え方をしてるんですね。だからこういう切れやすい人が人に優しくするってことは下心がありますよということで、無償の愛っていうね、ものとは全く、かけ離れた考え方なのかな。つまり自分に利益がある人に対してはね、どうしよう、優しく接するんですけどね、自分と反対の考えの人にはですね、非常にすぐね、怒って、否定したがりますよということなんですね。もう一つですね、次は、自分に、都合が悪いことは認めたくないというのは、自分がね、間違っていても、周囲のやり方が悪いっていうことでね、自分じゃなくて周りが悪いんだっていうね、非難をする人、こういう人がいるということですね。日頃から周囲の評価を気にしてね、弱みをね、見せたくないっていうふうに思ってますということで、常に周囲から認められたいと考え、都合が悪いことが起こっても自分の意見は曲げませんということですね。自分の考えを正当化し、無理に押し通そうとするケースもあるでしょう。職場でもいるんじゃないですかね、こういう人ね。特に上司なんかにいると困っちゃうなっていうね。やっぱりできない上司に多いですよね、こういうこと言う人とかね。そもそもそういう人はあんま出世しないなってイメージもあるんですけどね、すいません。3番目が、気になることはね、すぐに口に出したいということでね。これね、すぐね、口出したいですよっていうのは、その意見はね、建設的なものではなくね、大体ですけど、不満や文句が大半なんですね。思ったことを口に出している、その口に出している内容というのは不満と文句ばっかりみたいなね、言われた相手の気持ちや空気を考えないためね、その場の雰囲気が悪くなることも多々ありますということでね。言ってる本人はね、自分の意見が正しいと考えているためね、口を出すことが悪いと思ってないんですね。協調性が求められるビジネスの場では、周囲の人が困ってしまうケースもあるでしょうということで、確かにね、その人一人で仕事してるならそれでいいと思うんですよね。職場の同僚とかね、あるいはね、他にも協力会社の人とかね、いろんな人たちとね、関わって仕事していかなきゃいけないっていう時には、ちょっとね、こういった人がいるとね、仕事しにくいな、みたいなのがあると思います。あとですね、切れる人っていうのは、プライドが高く相手の優位に立ちたいと考えてるんですね。これはね、周囲の人や物をですね、自分の支配下に置いておきたいというね、考えの表れと言われてます。
そのためですね、職場の人や家族の態度だけでなくですね、どうにもならないね、電車の遅延に対してとかね、そういったものにもね、すぐにね、機嫌が悪くなりますということで、自分の価値観にね、まあ、固執してるためですね、まあ、たとえそれがね、冗談でもね、自己否定されるとね、すぐ怒りますってことでね、すぐ切れる人はね、まあ、根が真面目で融通が効かない人物と言ってもね、いいとは思いますということなんですけども、まあこういうのがね、どこにその地雷があるかわかんないですよね。電車が遅れて頭に来たって言われたってね、どうしようもないことなのにね、まあでもそういったことをもし話題にしてね、いや仕方ないじゃないですかなんて言った日にはね、まあ相手の怒り不評を買ってしまうということでね、まあそこでですね、まあそのそういったね、まあ、すぐ切れてしまう人に対してね、どう対応したらいいんでしょうか。まあね、簡単にちょっとね、ここね、説明させてもらいたいと思います。一つはね、怒りを受け流すってことですね。まあその思い通りにならない人の怒りはね、上手に受け流しましょう。まあこれ大人だったらね、まあある程度は皆さんできるんじゃないでしょうか。まあね、まともに相手にしなきゃいいわけですからね。まあすぐに切れる人はね、自己中心的な考え方で、周囲を叱責します。理不尽だと感じる怒りにはまっすぐに対処する必要はありませんね。つまり私たちが例えばなんかそう文句言われても、自分に落ち度がないなとかね、うん、あの何言ってんのこの人みたいとなった時にはね、それをね、別にね、あの真に受ける必要ないですよと。まあその相手が怒ってる時はね、まともに言ってるように聞こえるかもしれませんけど、後々よく考えるとね、全然筋が通っていないことも多々あるんでね、まあ、反論するとね、怒りに火を注ぐというかね、余計ね、悪化させてしまうケースがあるんで、まあ、聞き流す、受け流すということがね、大事になってきますよということですね。もう一つがですね、ちょうどいいね、距離感を保ちましょうということでね、相手のそばにいるとね、そのイライラしたこの感情はね、こっち側にもね、こう、まあ、流れてしまうというか、まあ、あるいはですけどもね、あの相手からね、そのこっちから聞いてもいないのにね、いろいろ言われてしまうということで、まあ、物理的な距離っていうのか、こういったものがね、近すぎるのはちょっとね、問題なんじゃないかというふうに考えるとですね、まあ、距離を取る、これがね、いいんじゃないかなと。まあもちろんね、関わらなくて済むなら関わらないのがいいんだけど、まあ職場とかね、そういったところだとね、いろんな人がいますから、まあそういった人とね、お付き合いしていくっていう意味では、まあある意味ね、こういう処世術も必要かなということですね。でもう一つね、これ切れるね、理由を分析してみるっていうのもね、これ非常にこう大事なのかなっていうふうにも思います。まあこう切れるね、内容、例えば仕事がうまくいかないと切れる人とかね、自分のプライドを傷つけられると切れる人などね、人によってね、こう切れるポイント、まあね、地雷ポイントと言ってもいいと思うんですけど、まあ様々ありますよねということで、まあ切れる理由が分かればね、まあ怒りのポイントを回避しやすくなりますよね。まあ地雷を踏まずに済むと、何を言えば喜ぶかというね、ポイントも合わせて理解するとね、今よりお付き合いしやすくなるでしょうということで、まあ身も蓋もない話ではありますけども、まあでもね、本当に的を射るね、話なんじゃないかなと思います。まあこういったね、ちょっとね、まあ端的には申し上げさせてもらいましたけども、まあ割とね、非常に要点ついた重要な話だなと思いまして、こういうふうにね、まとめてね、一本ね、動画を作りました。まあ皆さんのね、まあ生活する上でのね、参考になればね、ありがたいなと思います。まあ本日もね、動画のご視聴いただきましてありがとうございました。失礼します。